このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は世界一かわいいテロリスト猫兄さんも襲われる飯テロ動画ということでですね、今からねお腹を空かせた猫ちゃんたちにねおやつをあげていこうと思っておるんですけれどもね、この時間はまたねゆっくりしてたんですよね。そんな猫ちゃんたちにねおやつを見せたらどんな反応になるか、なんかもうすでにね机の上に乗っていますよね。ひょっとしたらおやつを持ってるっていうのがバレてるのかもしれないんですけれどもね。じゃあおやつを見せてみます。近づいてきてくれましたよね。で椅子の上に乗ってね、さあおやつをあげますよ。両手で掴んでますね。さあ他のかどうかな。こうやって、ね、立ち上がってくれるのがすごく可愛いんですよね。でそれぞれのね反応が違ってね、それもまた可愛いんですよ。さあチャトラさん立ち上がってるね。この立ち上がり方も可愛いでしょ。黒猫ちゃんは蓋をねふんふんと匂っておりますけれども、ケージの中で猫ちゃんがねアピールしてますよね。多分この子たちは他の猫ちゃんとの折り合いがつかなくてケージの中に出るのかなと思うんですけれどもね。さあテーブルの上にね乗ってますけれども、さあ他の子にあげていきますよ。黒猫ちゃんかわいいね。長毛さんもいて、あらなんか長毛さんの背中におやつが乗ってる気がするんですけれども、気づいてないね。食べてくれるか。あ、ちょっと毛に絡まっちゃいましたけれどもで、ね、このキジトラさんがねすごい食いしん坊さんなんですよ。なかなかの勢いでしょ。さあ黒猫ちゃん大きな子ですね、この子ね。あれ食べない。さあ誰食べるかな。次はまたキジトラさん。ね、今ちょっと猫兄さん襲われてるでしょ今ね。もう近い近い、もう全然ね撮影ができないんですよね。ちょうだいちょうだい。ちょっとね爪が入ると痛いんですけれどもね、可愛いですねみんな。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。こちらはねウリエルさんの2階になりますよ。立ち上がってアピールしてますね、可愛い。このチャトラさん大好きですね。この大きい感じのねチャトラさんなんですけれども、ちょっと座ってみましたけれども、襲われるかもしれないんですけれども、どうでしょうかね、大丈夫かな。チャトラさんの勢いがねすごすぎて、この長毛さんがなかなか食べられなかったんですけれどもね、この子本当に可愛いよ。で以前の動画でもね膝の上に乗ってくれてましたもんね。あ、こちらはシャム猫さんですね。青い瞳がね綺麗ですよね。さあおやつはどうかな。食べてくれたね。なんかもう影に隠れてねいてる子が一番可愛いんですけれども、チャトラさんがアピールしてますよ。ちょっとこういう子は気になりますね。なかなかアピールできない子なんでね、可愛い。さあハチワレちゃん、あらこの子ゆっくりだな。もう一回あげようかな。おやつを食べてるね猫ちゃんっていうのは本当に可愛いですよね。まさに天使ですよ。って言われるとね争いが起こっちゃいましたね。これもまた可愛いですけれどもね。うん、長毛さん綺麗だね本当。また乗ってきてくれた。この子本当にアピール上手だな。こういうアピールされちゃうとねもういっぱいあげちゃうんですけれどもね本当に。あーみんな可愛いわ。ペラペラしてるね。ほらすごいアピール上手この子も。ちょっと顔が映らなかったですけれども、でそうこうしているうちにね、なくなっちゃいましたね。こう容器を舐めてるこのお顔もまた可愛いですね。さすが食いしん坊さん。体大きいですからねこの子は。あら他の子を見てるよ。どうでしょうか、さすがに容器かは舐めないかな。この容器を舐めてるね姿も可愛いですよね。さあ長毛さんは
何をしてるんでしょうか。ツリーかわいいね君は。ありゃ二股舐めてますね。かわいいですね本当に。近づいてきてくれたよ。もうこのふわふわ尻尾たまりませんよね。はい、これでね食べ終わりました。この子もいいね本当に。ずっとここにいてるのかな。また環境に慣れてないのかもしれないですねこの子は。人懐っこいですねこの子ね。スリスリしてくれてるね、かわいいよ。このシャム猫さん撫でられるの好きなんでしょうね。でね、この首はですね天使の羽なんですよ。すごい似合ってますよね。猫ちゃんはみんな天使ですからね。綺麗な子だよ本当に。あら、この長毛さんもずっと下にいてくれてたんですね。ふわふわしっぽ。やっぱこの動きになるんですよね猫兄さんは。やっぱね控えめな子がね同じさせてくれるのは嬉しいですよね本当。かわいいな、なんか癒されるわ本当にこの子は。黒猫ちゃんですね、さっきからずっと寝てる子なんですけれども、おやつは食べてくれなかったんですけれどもね、こうやってなでさせてくれるのは嬉しいな。お、上に登っていったぞ。どこ行くんでしょうか。皆様いかがだったでしょうか。猫ちゃんの飯テロ動画とっても楽しいですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェプリエルさんでした。